きげんよう。今からチョコレートのお家を作ります。はい、ロイズのチョコレートのお家です。チョコレートのお家を組み立てよう。こちらはチョコレートの家デコレーションセットです。チョコレートのお家を組み立ててからこちらでデコレーションしていきます。はい、デコレーションセットの中身はこちらです。あー、かわいいのいっぱい入ってるよ。うん、カラフル、うんうんうん、この丸いケースあるでしょ。うん、この上で作って、うん、で完成したものをクリスマスパーティーでみんなと食べようと思います。はい、ちょっと大きさが合うかわからないけどやってみよう。うん、それではスタート。開けたら台車が入っていました。じゃあこの上で作った方がいいね。中には説明書、台紙、そしてチョコレート。おー、すごいね。うん、涼しいところで組み立ててください。ドキドキ。チョコレートに指紋がつかないようにゴム手袋などをはめて作業することをお勧めします。無理だよね。しょうがないよね、姫ちゃんが作るから指紋 OK。 1段目、2段目。わあ、姫ちゃん、じゃあチョコペン取り出して。はい、それをねまず湯煎で温めるんだって。これ余ったら食べたい。いいよ、でもそれが接着剤代わりになるからね。うん、ペンチョコをお湯につけて柔らかくします。組み立て場所に横壁を差し込む。点線の丸のところにペンチョコをつけて前後壁を差し込む。カットするよ。うん、せーの、チョキッと。あー、出てきた。じゃあ壁につけていくよ。うん、うん、そう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 。それでもう一つの壁を、うん、くっつけてあげて。あー、くっついた。うん、ドアとリースの裏側にペンチョコをつけて前の壁に貼り付ける。後ろの壁には雪だるまとリースを貼り付ける。ここ、うん、1、2、3。窓の裏側にチョコペンをつけて横壁に3個ずつ貼り付ける。窓をつけたよ。点線のところにチョコペンをつけて屋根を乗せる。屋根を乗せたよ。ここのチョコレートが割れていたのでここにもチョコペンをつけました。最後はチョコペンをつけて煙突を乗せます。なんとか完成しました。うん、ではデコレーションしていきましょう。はい、屋根もつけて。屋根はこの四角のにする。うん、よし。あ、かわいい。うん、はい、オッケー。さあ、デコレーションも完成しました。イエーイ。今姫ちゃん食べようとしてたでしょ。食われちゃった。こちらは後ろから見たチョコレートの家。道にもピンクと黄色を交互に並べています。
横から見るとこちら、煙突とメリークリスマスが載っていて、屋根は緑色で飾りました。チョコレートハウスの入り口はこちらです。道にも緑とブルーを交互に並べています。ひめちゃんどうでしたか、作ってみて。難しかったけど楽しかった。それでは皆さん、ごきげんよう。